バクダ。バクダ、モーダ、モーターとは、マージャンにおいて、ツモとダハイからなる一連の行為のことを言う。マージャンにおける最も基本的な行為である。ツモとは、壁パイの所定の位置からハイを一枚取得することであり、ダハイとは所有するパイのうち一枚を手放す、捨てることである。壁パイ、山の所定の位置からハイを一枚取得することをツモと言う。 これにより取得したパイを、つもハイという。また、つもを同士化して、つもるともいう。基本的に、上屋、左側のプレイヤーが打敗した後につもを行う。厳密には、上屋の打敗に対して、自分も含めて、いずれのプレイヤーもチーポンカロンを行わなかった場合に初めて自敗を積もることができる。また、上屋の打敗が、家庭パイとなる場合にもつもは行わない。 なお、つもを行うべき状態において、つもを拒否あるいは辞退することはできない、いわゆるパスは認められない。つもを行った後、所有するパイのうち一枚を手放す。捨てることを打敗という。この時手放したパイを捨て敗という。打敗することを捨てる、または切ると表現する。また、打敗の行為そのものを捨て敗と表現することもある。つもを行った後は、数量。 つも数量、または、こう、一部のローカルルールや三人麻雀などでは、花パイや、抜きドラを抜く行為もを行う場合を除き、必ず打敗を行わなければならない。このため、つもと打敗は、ワンセットの行為であり、合わせて、爆打と呼ばれる。打敗した直後、その捨て敗は、他のプレイヤーによるチーポン感及び、論の対象となる。詳細は袋、こう及び、数量を参照。 袋下面ツや暗漢紙に含まれる、パイ、さらした灰を打灰することはできない。ツモの場合以外にも、チーポン缶の後に打灰が必要となる。詳細は袋及び、甲を参照。ツモによっては量することを、ツモ法という。ツモ上がり、または略して、ツモと呼ぶことが多い。詳細は、数量を参照。門前でツモはした場合、門前清しつもアという訳。 一ぼしが成立する。門前つも、または略して、ツモと呼ぶことが多い。リーチ一発ツモなどといった場合は、この役のことを指す。ツモしたパイをそのまま、打敗することをツモ切りという。ツモした、敗以外を打敗することを手出しという。ツモ切りか手出しかによって、対戦相手に何らかの情報を与えてしまうこともある。またツモしたパイと同じパイを、 手配から打敗することを空切りという。打敗によって手放したパイのことを捨て配と言い、捨て配を並べる場所のことを川、方という。各プレイヤーの正面、手配の奥、宅の中央よりが川に当たる。ただし、九州地方では、手配と配山の間を川とする。各プレイヤーは、捨て配を表向きにして、川に置いていく。捨てた順番がわかるように、 左から右へ整然と並べていく。なお、6枚切り、6枚の捨て牌を1列とすることと、呼ばれる形式が、一般的である、ブーマージャンでは、1列に並べる形式をとる。また、中国アサシでは捨て牌を整理する必要のない、ことから、無作為な並びで捨てる。他のプレイヤーの捨て牌やその順番などから、手配の状態などを推測することを手配読みあるいは、 捨て灰読みなどという。詳細は、麻雀の戦術を参照。なお、ハイパイからアラーパインに至るまで、旧灰のみを捨て続け、それらの捨て灰が一度もチーポンカンされなかった場合、流し漫画が成立する。各プレイヤーが、爆打を行う順番のことを、ツモ版あるいは、ツモ順という。通常は、半時計回りの順番にツモを行う。チーポンカン。 袋が行われた場合は次のツモ番が変化するが、いずれにしても最後に打敗したプレイヤーから見て、右側のプレイヤー、ゲアガのツモを行う。各プレイヤーが、それぞれ一回ずつ、爆打することを一順という。通常は四回の爆打が一順となるが、チーポンク袋が行われた場合はこの限りではない。直前入アや、左側のプレイヤーが捨てたパイと同じパイを打敗する。 ことを合わせ打ちという。ルール上、このパインについて、他のプレイヤーがロンを宣言しても必ずチョンボとなる。ため、他のプレイヤーに振り込む、捨て牌で上がられる可能性が全くない。オリベタ売りの手法の一つとして用いられる。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。